私、朝食はいつも軽く済ませてるんです。フルーツと乳製品、あとは紅茶くらいですね。実は少しただ朝から食べ過ぎは良くないと思ってるんです。食べ過ぎると、うん、主様、なかなかの直球ですね。確かに気にしてないと言えば嘘になります。ええ、まさにその通りです。お腹いっぱいだと眠くなるじゃないですか。頭が回らず判断力が鈍るのは避けたいんです。まさか主様は溢れ出るご自身の魔力を制御するために人知れず食事制限までなさっていたのですか？